こんにちは、ハーパーズバザーの山本です。動画シリーズベーシックワードローブでは、スタイリスト福田誠さんと一緒にベーシックアイテムの選び方や着こなしをお届けしております。本日は秋冬ということもあって、コートをちょっとご紹介、はい、コート大事ですね、はい、最近なんかコートから売れるっていう話が動き出すんだって、うんうんうん、秋冬ものって。でも確かにコートが決まると、うん、そのコートに合わせて、うんうん、何インナーのね、うん、ニットとか、まあ、合わせるボトム選んでいけばいいから、割とこの秋冬一番のこう指針になってくるようなアイテムかなと思うので、うん、はい、ぜひお楽しみに。今日、まあ、定番コートなんですけれども、うんうん、アラウンド10万円で、はい、ちょっとセレクト、すごいよね、すごいですよねよく集まったよねって、はい、そうなんです。なんとなくね、うん、ベーシックなコートだとちょっと投資してみてもいいかなと思ったりもするし、うんうん、でももしかしたらもうそういうコートはお持ちの方は、ちょっと今年らしい遊びのデザインが効いたようなコートを探しの方だったりすると、うん、アラウンド10ってね、うん、嬉しいよね。嬉しいですよ ね。ちょっと遊び心も効いているものがいっぱい出てくるので、はい、楽しみに、楽しみに。まずは、うん、まあ、カテゴリー別にね、行きたいなと思うんですけど、はい、コートのド定番といえば、うん、チェスターコートなんじゃないかなと、じゃじゃーん、こんな感じの、ちょっとこれね、長さは違うけれども、うん、このチェスターってやっぱこの襟の感じ、そうですね、で分かれることが多いのかな、うん、こういうキリッとキリッとしたエリートのテイラードコートね、ちょっとハンサムな、ハンサムな、はい、こういう襟がついているコートをチェスターコートと呼びます、うんうん、で長さはね、いろいろありますね。そうですね、本当にこの長いっていうのも今年っぽいっていうか、もうずっと定番に最近ね、ロングコートなんだけれども、はい、ちょっと今年逆にこういう短いものが出てきてるのが新鮮だなと個人的には思ってます、うん、あとは、うん、定番といえば、うん、ピーコート、ピーコート、うん、そうですね、そうね、かわいい、かわいいですよね、うん、あとちょっとこういうボアのものだったり、ボア今年っぽいね、かわいいですよね、すごいかわいい、ゴキンボタン、うんうん、になったりして、そこもすごいかわいい。なんかこの2つはとっても大人が着やすそうな、そうですね、ピーコート、うんうん、ピーコートってやっぱミリタリーからのデザインだからさ、はい、ともするとすごいこうボーイッシュだったり、うんうん、ちょっと学生っぽくなったりもするじゃない、うん、合わせ方によっては、はい、うんうんうん、だから結構もうこうボアだったり、こういうなんかベージュのなんかこうね、柔らかいような感じのタイプだと、すでに選びから大人っぽい感じがして、大人でもね、大人も着やすそうなピーコートだなと思います、はい、そうですね。あとはそうね、中綿とかダウンみたいな、これはもうそうだよね、シンプルなダウンって感じなんですけど、あったかいですね。そうで軽いし、やっぱりあったかいし、うん、まあちょっとほらリラックスムードがあるから、うんうんうん、まあ、カジュアルにも合わせやすいスニーカーとかさ、そうですね、そういうなんかちょっとそこまでに気軽にも着られるし、うん、まあね、あとさ、わかんない、ちょっと物によっては撥水ついてたりとか、うんうん、そういうのに静電気防止とか、はい、結構そういう機能面が、うんうん、あのいっぱいついてるものが最近のこういうナイロンコート系には多いんじゃないかなと思うので、うんうん、やっぱ1枚持ってると便利です。そうですよね、うん、やっぱ軽いのが私的には一番魅力、はい、魅力です。そうだよね、軽さって大事だよね。そうなんですよ、着なくなっちゃうんだよね、だんだん重いとさ肩が凝って、いくらおしゃれでもさ、はい、そうなんです、重力には勝てないのそうなんですはい、定番ではないかもしれないんですが、うん、薄手のちょっとカーディガン感覚で着られるような、はいはい、これね、私ね持ってる、あ、そうですよね、そうそう、カオスのさ定番でさ、うん、薄手で羽織りやすいというか、うんうん、このロングのウールの中でも重たくないような、そうですね、割とさらっと羽織れる、うんうん、今ねインナーにダウン着たりさ、うん、割と重ね着のレイヤードいっぱいあったかいアイデアがあるから、はい、結構こういうさらっと1枚裏がないようなコートも、うん、人気なのかなっていう気がします。なんてエコファー、なんてエコファーエコムートン、エコムートン、ちょっとモコモコした、うん、かわいい、なんだろう、このボリューム感とさ、うんうん、これに関してはちょっとツヤの素材のムートンをちょっとイメージしてるのかな、うんうん、こっちはなんか割とねスウェードっぽいムートンをイメージした、ね、ちょっとフードとかもついていて、うん、
しかもエコムートンだからな軽いしね。そうなんですよ。取り扱いが楽なのもね、いいなと思います。ここからはいくつか福田さんに実際に私物とコーデしていただいて、はい、ちょっと着こなしのヒントになればなと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。させていただきます、はい、かわいい中がちょっとヌーディーだね。ちょっとカラーパンツを合わせてみましたね。このコート何すっごいかわいい。かわいいですよね、うん、ハイクハイクハイクです。なんかさ、うん、あのニットも今年さ、はいはい、モヘアがすごい人気でしょ、うん、はい、この素材感ってなんていうの、うん、ふわふわとしたシャギーコートっていうのかな、うん、コートでいうとすごい綺麗だよね。これが 10万円以下。そうだよ、そう、アラウンド10でしょ。税抜き7万5千だって、いいの？いいんですか？すごい可愛いじゃん。もうやっぱ1枚で存在感があるしさ、うんうんうん、なんかウールのさロング持ってるの、はい、結構、うん、だから今年は違うかなって、うん、違うの買いたいなと思ったけどさ、これ見たらこれになっちゃうじゃんね。欲しくなっちゃいますよね。欲しくなっちゃう。これなんか柔らかいトーンで合わせるのもすごいちょっとなんか雰囲気があって素敵だな、うん、コーディネートはちょっとベージュを基調に、そうだね、ベージュを基調にオレンジ刺しましたって感じです、はい、パンツね、ドロワー、おーかわいい、うん、色綺麗だよね、うん、やっぱドロワーとかってすごい綺麗色が上手だなと、はい、中のニットはあれですね。あ、そうです、もう制服制服オーダリーのニット一体何色持ってるの、ね、みんなの制服ですよね。みんなの制服大好きな大好き。まずはじゃあハイクのチェスターでした、はい、どうだろう、かわいい、オールホワイトの、オールホワイトにしてみました。かわいい、軽いわやっぱり、そしてあったかい、ね、これ中綿、それダウンでした。ダウン、はい、ダウンだえってことは大丈夫、アラウンド10。あ、なんか大丈夫なんです、それが高級なさ感じがしますけど、うん、しかもそんなにロングなのに。本当だね。そうなんです。内側がいわゆるさ、あの、うん、ダウンのコーナーに、ね、線が入っているような感じになってて、はい、外は割と表側はさ、ね、フラットなナイロン素材になってるんだけど、はい、このスリットのデザインすごい効いてるよね。すごいスタイリッシュに見えます、ね、見えるね、うん、すごい結構、そして深いよね。締めたらどんな感じですか、うんうん、あ、でも締めてもね、そうね、締めてもね、なんか内側にさちょっと色のものスカートとかさ、はい、あの柄のものを履いてたりしたらちょっとスリッパ開けたりすると、うんうんうん、ここから見え隠れして、開いてる開いてるでやっぱり本当スタイリッシュだね。そうですよね、ちょっとスッキリ見える、はい、ダウンとか中綿だとちょっとボリュームがね出るからさ、うんうんうん、なんとなくこういうスリットみたいな工夫がしてあると、はい、なんかスッキリ着やすくていいんじゃないかなと。いいですね、うん、思います。なんかこんなちょっとなんだろう、ナイロン着てるのにあんまり今自分がそこまでスポーティーすぎ、スニーカーだしね。そうですね、だけどちょっとスポーティーすぎてないかなって思うと、うん、ちょっと冬の白いいかもしれない。カジュアルすぎない感じがします、うん、コーディネートの白とコートの白と、うんうん、なんかダウンとかそういうちょっとスポーティーなもの苦手な人もいいね、はい、うんうん、これきっと着やすいかも。少しエレガントっていうかフェミニンに見えると思います、うん、ピコットです。かわいい、なんか軽い。軽いですか。ちょっと私着たことあるピーコットの中で最も軽いかもしれない。そこまで多分がっちりした、うんうん、なんだろう、でもしっかりしたウールの感じがするんだけれども、なんだろうね、仕立てが軽い感じがする、うんうん、もっとなんかやっぱミリタリーのってゴワッとしてて、そこがかっこよくもあるんだけど、うん、だんだんやっぱり軽いことがね良くなってきちゃうから、うん、大人の方で、あの、何、トラット好きはぜひって感じのおすすめ、うんうん、なんかこの大きいさ襟、はい、もう可愛いし、可愛いね、あとはやっぱりちょっとこういうショルダーが落ちてるからさ、はい、割と何、身幅こんぐらいあるでしょ。すごい、すごいよねちょっとポンチョっぽく、そうだね、シルエットはポンチョっぽい感じかも、うんうん、だから中にねインナーダウン着たり、あとざっくりしたニットを着たり、うん、割となんか着れないものないかもしれない。あとさ、もう本当シンプルに黒いニットと黒いスキニーデニムを履いてるけど、うん、
なんだろうね、これにもシルエットがすごいちゃんとあるから、うん、決まるね。決まりますよね、うん、なんかコートはロングじゃないと決まらないってかもみたいな思い込みがあったかも。ミドルでも決まる。ミドルでもやっぱなんか A ライン、そうですね、なのかな、うん、ちょっと余る感じが、余る感じ、かわいいね、ちょっとオーバーサイズの背中の雰囲気とか、うん、なんか短いので、うん、パンツじゃなくてもスカートとかでもいいのかなって思ったりして、うん、あ、そうだね、うん、普通にさ、これなんかちょっとふんわりしたスカートもありかもね。ありですよね、まあ、もちろんストレートラインのスカートは問題なくシルエットバランスいいと思うけど、うんうん、なんかね、今季ね、オーバーサイズのジャケットとか、はい、このぐらいのミドル丈のコートにちょっと普通にフレアのスカートをちょっと長めのとか履いたり、うん、ちょっとゆるゆるみたいなシルエットも素敵ですよね、うんうん、中に着てるニットはどうなんですか。これね、本当にシンプルな、シンプルなルメール。おお、これもさ、いいボタンがバーッとついてるんだけど、この素材がさ、なんかルメールの定番らしいんだけど、これも何回洗ってもへたらない。デニムはね、アクヌです、うんうん、今回あれですね、ワントーンのコーディネートが多いですね、うん、そうね、うん、そっか、気になってるかも、うん、ワントーンやっぱりなんかコートをね、ポイントにしたかったんで、あとはなんか割とシックにまとめたいなというのがありました、うん。今回コートでしたけど、うん、また欲しいものが増えちゃったね。なんか最初にさ、はい、あの何、秋冬の始まりコートを決めて、それを指針にとか言ったけどさ、うん、もう自分がコート決められないことになっちゃったから、もう言い過ぎました。申し訳ございません。迷います、ね、迷います。ちょっともうしばらく迷おうかな。今回あのご紹介したコートとご紹介しきれなかったものをまだたくさんあるね、可愛いのいっぱいあるので、はい、選んでいただいていますので、うん、サイトの記事の方で細かくご紹介できればと思っております。ぜひぜひ、はい、で次回は11月なんですけど、うん、ちょっとデニム、はい、いいね、デニム、はい、フォーカスしていきたいと思いますので、はい、よければチャンネル登録をお願いします、うん、あといいねもぜひ、いいねもぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。